ボストン包囲戦、ボストン包囲戦、ボストン包囲戦、1775年4月19日から1776年3月17日は、アメリカ独立戦争の開戦直後に、大陸軍がボストンを包囲し、イギリス軍の動きを封じ込めた包囲戦である。包囲としては、部分的なものであったが、大陸軍を組織化し13植民地の結束を高めるために、 重要な役割を果たした。アメリカ、イギリス双方とも当事者たちの態度と性格を形作るきっかけとなった。包囲戦中の大きな戦闘はバンカーヒルの戦いのみである。包囲は1775年4月19日のレキシントンコンコードの戦いの終わった夜に始まった。アメリカ植民地兵、この時はまだ大陸軍は結成されていないが、イギリス軍を ボストン市内に追い込み、ボストン市が位置する半島の付け根を占領した。最初は、マサチューセッツ民兵の指揮官、アートマス、ウォード将軍が、包囲戦の指揮を取った。ウォードは、作戦本部をケンブリッジに置き、部隊を分けて、チャールズタウンネック、ロックスベリー、ドーチェスターコーチに配置した。この時のアメリカ植民地兵は6000名から8000名で、あり、対するイギリス軍は、 トマス・ゲージ将軍に率いられる約4000名の正規兵であった。伝統的な言葉の定義に従えば、イギリス軍は包囲されていなかった。港をイギリス海軍が支配しており、補給物資は船で運ばれ陸揚げされた。それにもかかわらず、ボストンの町と軍隊は、食料が不足し、物価が急速に跳ね上がった。もう一つ重要なことは、 アメリカ植民地軍が市内で起こっていることについて、大方の情報を掴んでいた子に対し、ゲージの方は、判断軍に関する有効な情報を得られなかった、ことである。5月10日、ニューヨーク植民地北部にある、イギリス軍の大根でロガトリデを、アメリカ植民地軍のイーサン・アレンと、ベネディクト・アーノルドが落とし入れ、大量の大砲とか薬を手に入れた。 このことが後のボストン包囲戦の結果に大きな影響を及ぼすことになった。5月10日は第二次大陸会議がフィラデルフィアで初めて開催された日でもあり、イギリス軍に対する独立革命の継続とボストン包囲軍に対する支援についての議論を始めた。5月25日、ゲイジは約4500名の増援部隊と3人の将軍、 ウィリアム・ハウ、ジョン・バーゴイン、ヘンリー・クリントン各省省を迎えた。ゲージは、活路を開く作戦を立て始めた。6月14日、大陸会議の決議で、アメリカ植民地軍、大陸軍が正式に組織化され、翌日ジョージ・ワシントンが総司令官に指名された。6月15日、大陸会議の安全委員会は、 イギリス軍がドーチェスタコーチとチャールズタウンの基地を攻撃する計画でいることを察知した。委員会は、ウォード将軍に伝令を送り、バンカーヒルなどの高台で防御を固めるよう指示した。ウォードは、イズラエル・パットナム将軍とウィリアム・プレスコット大佐に、バンカーヒルの防衛を命じ。6月17日に行われた、バンカーヒルの戦いの結果、ハウ将軍の指揮したイギリス軍が、 チャールズタウン半島を抑えた。イギリス軍は目的を果たしたが、ボストン包囲を破ることまではできなかった。大陸軍は半島の付け根をまだ抑えていた。イギリス軍は約1000名の死傷者が出て、それ以降の大陸軍に対する攻撃を控えるようになった。包囲戦は手詰まり状態となった。7月3日。 ワシントンが到着し結成されたばかりの大陸軍の指揮についた。兵士や補給物資が遠く、メリーランドからも送られてきた。残酷がドーチェスターネックに掘られ、ボストンの方向に拡張された。ワシントンはイギリス軍が兵を引いていた、チャールズタウン半島のバンカーヒルとブリーズヒルを占領させた。しかし、この行動もイギリス軍との睨み合いに何の変化ももたらさなかった。 降着状態の打破と、包囲戦にあぐんできた兵士に対する対策を兼ねて、カナダ侵攻作戦が計画され、8月16日第1遠征隊が西側ルートから、9月25日第2遠征隊が東側ルートから発進した。このカナダ遠征の結果は、大陸軍の損失の他に、何の成果も得られないままに、1776年秋に終了した。 その後何の変化もなかったが、ヘンリー・ノックスがワシントンに、タイコンデロがトリで捕獲した大砲を持ってくれば、戦局を変えられると提案した。ワシントンはノックスを大佐に任命し、大砲移送の任務を与えた。その移送は牛に引かせたソリを使い、経路は、タイコンデロがトリを出てハドソン側の西岸を下って、オールバニーに至り、そこで川を渡って、東に進んで、バークシャーを経由して、 ボストンに入るものだった。総延長は約300マイルあり、12月5日に出発して56日間を要した。1日あたりの平均工程は5.4マイル、つまり普通の徒歩工程ならば2時間で着く距離を1日かけて進んだことになる。総重量60トンにもなる大砲を乗せたソリで、凍りついたコネチカット川渡ったこともあった。 1776年1月24日にケンブリッジに帰還した。数週間後の3月5日、ワシントンは一夜のうちに59門の大砲と数千の兵士をボストンを望むドーチェスター高地に配置するという離れ技をやってのけた。ワシントンはこの日がボストン虐殺事件の起こった日、1770年であることを告げ、兵士を励ました。 冬の最中のことであり、ドーチェスターコーチの凍った土を掘ることができなかったので、残は掘らず、兵士は丸太や大枝など手に入る、あらゆるものを使って、鳥を作り上げた。ゲージ将軍はワシントンの鳥を見て、自軍だったら、それを作るために何週間も要するだろうと思った。ハウ将軍は鳥への攻撃を命じたが、その日は、吹雪のために思いとどまった。雪が晴れた後、 ハウの副官が正面攻撃をやる愚かさを主張したので、ハウはバンカーヒルの戦いでの損害を思い起こし、攻撃を止めた。イギリス艦隊はそれまで貴重な存在であったが、水深の浅い港に停泊していて総船が限られている上に、大陸軍の大砲がドーチェスターコーチから艦隊に向けられていては、もはやその価値を失っていた。イギリス軍はワシントンに文書を送った。 それは、イギリス軍がボストン市を明け渡し、抵抗なく撤退を許されるのであれば、街を破壊しないというものであった。ワシントンは同意し、1776年3月17日、イギリス軍は船でノバスコシアのハリファックスに向けて撤退した。ボストン包囲戦は終わり、アメリカ植民地の士気が上がった。民兵たちは帰郷し、4月、ワシントンは、 大陸軍の主力を率いてニューヨーク防衛に向かった。ワシントンは大根レロガトリで得た大砲をボストン港のイギリス艦隊に向けていつでも砲弾を発射できるかのように据えたが実際には砲弾や火薬がほとんどなかった。ワシントンは苔脅しで革命勃発の地の成功を勝ち取った。1901年以降 マサチューセッツ州サフォーク軍は3月17日を解放記念日として休日にし祝ってきた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。